突然ですが、番組のスタートはこれ、ももクロインサイドダイアリー。この番組を聞いてくれている会員の皆さんに限定で、メンバーに起きた内緒の出来事をこっそり教えちゃいます。では早速、今週はこれです。あのね、何どうしたの。本当に最近あった出来事なんだけど、昨日ね、楽屋にカレーライスの差し入れがあったの。あったね、美味しかったね。そうそう、でもね、本番前はちょっと時間なくて食べれなかったから、本番終わったら食べようと思ってお家に持って帰ったの。あーちゃんもそうしたよ、ね。お家に持って帰るまでもすっごくお腹が空いて早くあげたいなと思ってたんだけどね、いざお家に帰って、カレーライス開けたら、ライスしか入ってなかったの。わざわざだって楽屋に一つ一つ袋に分けて私の席のところに置いてあったから私は、あ、入れてくれたんだと思ってそれを持って帰ったんだよ、したら米しか入ってなくて蓋のところにお米って。高木さん、どんなショック。ロッテ週末ヒロインタイム、ももいろクローバー Z、 ももクロクラブ。日本放送をキーステーションに全国ネット、ももいろクローバー Z、 ももクロクラブ。ももクロクラブにようこそ。私たち今会えるアイドル、週末ヒロイン、ももいろクローバーぜー。それでは今夜のメンバーの全力自己紹介、あーちゃん。はい、それでは一緒にお願いします。はい、4せーの。普段のお手入れキュ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 、アーリーのほっぺはプニ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 、ピチピチでしょ。ピチピチ、ありがとうございます。ちょっぴりセクシーおちゃめなももクロのアイドル、アーリンこと佐々木彩香です。よろしくお願いします。イエイ、お願いします。はい、テンション上げて皆さん一緒にやってください。デリリン体操第1位いくぞ。右手を上げて左右に振って、今日も愉快にいっちゃうよ。いつものんびり、高木あなたの後ろに、高木レニー、一貫一台、高木レニー、そんな私は高木レニー。はい、ももクロの感電症状、高木レニーです。21歳の毎日ヒロインです。ちなみにここはドームじゃありません。あちゃん、えドームじゃないよ。ドームと同じ声の大きさだった。普通のお部屋、行くぜ国立と同じ声のボリュームだったかな。違います、またやっちまったかな。という最年少最年長デコボココンビでちょっと圧のある放送をしていきたいと思いますが、今回もこの番組のために用意された秘密の館からお届けしていくんですが、今回はいつもとはちょっと内容を変更して、普段メールを紹介しているメインラウンジからお送りしていきます。お届けするのはこちら、こんな時聞きたいソングスペシャル。普段の生活の中で遭遇する様々な場面で、もし映画やドラマのように音楽を流すとしたらどんな曲がいい？という問いかけに、私たちが実際に選曲してみようっていう企画でございます。ほうほう、ありがちだよね。でもね、すごい、だって曲によってさ全然感情の入れ方がさ、ね、変わるよね。うんうん。あと、やっぱり、朝とかもさ、電車の中とかでこれ聞くとテンション上がるとか、いろいろあるもんね、曲でもね。あるある。さあ、それでは。はい、早速、佐々木さんからお願いしてもいいですか。私からね、はい、はい。佐々木さんに音楽を選んでほしい場面はこれ。うどんを頼んだのに、なんか知らないけど、お蕎麦が一本だけ混じっていたとき。そんなことある？いや、そんなことあるんだよ。でもたまにあるよね。ないよ。え、あるよね。ないよ。あのさ、定食屋さんとか行くとさ、たまに一本ってことはないけどさ、何本か混じってることない？え、わかんない。あの、頼んだものと違うのが来ちゃうときってあるじゃん。それは。それもあんまりない。なんかほら、和風ソースで頼んだのにデミグラスソースでハンバーグ出てきちゃったとかさ、そういうのはあるけど、なんか混じってたことはないな。マジか。あるの？高木さん。何回かあるよ。じゃあそんな時、もし高木さんにもそんなことがあった時に、私だったらこの曲を聴きたい。火炎隊で送る言葉。はい、というわけで火炎隊の送る言葉を聞いていただきました。はい。そうですね、やっぱうどんとお蕎麦といえば、ちょっと私の中で武田鉄矢さんのイメージがあって、CM とかね、やってらっしゃったりするので、なんかそれで悲しいことがあっても
大丈夫だよという。つながってるんだ。はい。武田鉄矢さん、開演隊って、はい。で、まあ、こんなね、そんな、なんでっていうやりきれない気持ちも、この送る言葉でね、吹っ飛ばせていただけたらいいなと思いました。はい、いかがでしょうか。はい。すごく、うどんの中に、お蕎麦がたった一人、混じってしまったお蕎麦の切ない気持ち、すごく伝わったと思います。はい。よかったです。人はね、悲しみが多いほど、人には優しくできるんですよ。はい、そうですね、はい。お蕎麦も、悲しみの分だけうどんに優しくできたと思いますよ。思います。はい。これからも仲良くやってってほしいです。はい。さあ、続いては、高木さんお願いします。はい。高木さんに曲を選んでほしい場面はこれ。まあまあ付き合いのあるスタッフに高城と呼ばれ続けた時。さあ、はい。高木さんはこんな時何の曲を聴きたいですか。はい、そんな時私だったらこの曲を聴きたい。とんがりキッズさんで B ダッシュ。この場面は高木よくあるんですよ。ありますね。ね、高城さんとか高城さんとか、うん、まあでもほらそれはさ結構その初めてのスタッフさんとか結構マイクの時とかね、うん、あ多いよね。そうだね、そうだね。あの桃田さんってマイクを渡してって最後高城さんって、あ高木だけどとか思いながら受け取りますけど、あの否定もしないね最近ねしない。でもねそんな時、うん、そう歌っちゃうかもねみたいな。そうそうそう、 B ダッシュ、そこのフレーズがなんかさ、うん、名前の呼び間違いが続く時にすごいかかってたらいいなって感じだな。元気出るね。そう。まあ、いっかってなるかもしれない。海で息できるかもっつってんだよ。あ、そうだ、海、息できるかも。ありえないことを言ってるのよ、この曲は。うん、うん。さ、高城さんとかもさ、絶対高木じゃん。どうさ、解明しようが高木じゃん。まあ、どう考えても高木は高木だもんな。うん。高木に変わりないけど、うん、まあ、人によってはそういうさ、高城さんとか高城さんとか呼び名があるからさ。でも私の周りで高木ってレニちゃんしかいないのね。うん。だからもう高い城で高木って呼ぶのがさ、もう慣れてるからさ、うん、あれなんだけど、やっぱ珍しいの。高い城で高木って。そうなの？珍しいんだ。やっぱり高木だと高い木とか、あそうだね、やっぱそっちが多いんだ。まあだね、高木ブーさんもそうだもんね。あ、そっか。じゃあやっぱ高城さんとかの方が多いんだ、あれだと。まあまあ、そんな時もありますわな。まあね。うん。じゃあもし皆さんも名前読み間違えられたら、ぜひ。ビーダッシュさんのビーダッシュ聞いていただきましょう。はい、それではこんな時聞きたいソングスペシャル、この後もまだまだ続きます。日本放送をキーステーションに全国ネット、ももいろクローバー Z、 ももクロクラブ、ももいろクローバー Z、 ももクロクラブ。今日のこの番組はこの二人でお届けしていきます。ももクロで一番可愛いあーちゃんです。世界で一番可愛いレニちゃんです。さて今回はこんなスペシャル企画を楽しんでもらってます。題してこんな時期待ソングスペシャル。普段の生活の中で遭遇する様々な場面で、もし映画やドラマのように音楽を流すとしたらどんな曲がいい？という問いかけに私たちが実際に選曲してみようという企画です。うん、なるほど。はい、次は高木さんからお願いしますね。お、はい。高木さんに音楽を選んでほしい場面はこれ。全く思い当たることのない謎の筋肉痛に襲われた時。なるほど。なるほど。こんな時。そんな時。どうしたらいいですか？大丈夫です。じゃあこの曲を聴いてください。はい。そんな時、私だったらこの曲を聴きたい。ダカッポさんで、野に咲く花のように。なんでですか？これは小学校の時ありましたよね。音楽の教科書に書いてあった記憶はあります。それですごくその時高木はのほんっていう、なんか心が落ち着くっていうか、うん、春の匂いがするっていうか、そんな気持ちになったんですよ。そうだね。っていうことはですよ、うん、どんな謎の筋肉痛に襲われようが、うん、こんな気持ちが持てる曲をがそこにかかってたら謎の筋肉痛も和らぐと思うんですよ。まあ確かに和らぎそうかも。そう。うん。でも、なかなか珍しいの出してきたね、本当に。うん。だって、野に咲く花は。高木に言われるまで忘れてたよ。本当？うん。野に咲く花はさ、どんな風や雨に吹かれても、うん、そこにいるんだよ。確かにね、雨にも負けずね、風にも負けず。人を穏やかにしてるんですよ。花で。なるほど。はい、
ね。鼻の力を借りて。はい。でもある？朝起きたら筋肉痛だったこととか。ありますね。最近減ったんですけど。歳かな、やっぱり。でも歳だったら、2日後とかに来るじゃないですか。うん、来る。私来ないんだよね。だから筋肉を使ってないのかもしれない。そもそも。なんてコメントしていいかわからない。でも最近筋肉が増えたことは確か。使ってんじゃん。そうなんだよね。おかしいよね。なんなんだろうね、これ。強いんだね。そう。じゃあ続いて、佐々木さん。はい、お願いします、はい。佐々木さんに曲を選んでほしい場面はこれ。買ったたこ焼きが一口噛んだ途端、アホみたいに熱かった時。ありますね。ありますね。私ね、ごじたなもんで。そうですね。たこ焼きは本当になかなか食べれない。ぬるくても熱い熱いって言ってますもんね。いや、熱いもんだって。ぬるいよ。なんか飲み物とかでも、うん、熱い緑茶とかでも、全然飲めなくて、ね、高木さんにあげると、全然熱くないじゃんってよく言われる。で、冷めるまで残しておけないの。なんか全部飲んじゃうの、結局。じゃあ、そんな、そうよ。さん。そんな時、はい、よくあるです、こんな時が。はい。そんな時、私だったらこの曲を聴きたい！郷ひろみさんのゴールドフィンガー99！たるじゃない？まんまだったね、もう。あーちーちー言っちゃってたもんね、熱い熱いんですよ。あの、佐々木さんと同じように猫舌な人がいたら。そうよ、たくさんいるよ。そう、いるけど、でも熱い時に食べなきゃいけないシチュエーションってあるじゃん。確かに、あんまりね、暑いからって言ってもね、感じ悪いしね。そうそうそう、暑い方が美味しいしね、絶対ね、うん、冷めるまで待てない、うん、待てない、あるかもしれないから、うん、そんな時はね、自分の心の中で熱いちーって言いながら、このあーちゃんと同じように、はい、熱いものを食べて、少しでもなんか自分がドラマの中にいるような、そうだね、ドラマティックな気分になったら、その暑さもね、うん、楽しさに変わると思います。こんなにね、うん、いろんな人の曲でドラマを作り上げてきましたけど、うん、やっぱね、私たちももクロですよ。やっぱ佐々木さん、ももクロの曲も聴きたいでしょ、うん、あっちつながりで、はい、これはですね、映画版ドラゴンボール Z 復活の F の主題歌にもなっています、はい、今ノリに乗った熱い曲の一つです、はい、そうです。それでは聴いてください、桃色クローバー Z で Z の誓い。お送りしてきました、桃黒クラブ、そろそろクローズの時間です。いやー、いっぱい流させてもらっちゃったね。そうだね、やっぱ生活の中には音楽が必要だね。まあでも、まあ、10代20代とは思えない曲の、うん、あの、本当だよ、チョイスだったんじゃないですか。いや、差し押してるんじゃないかって思われちゃう。特に佐々木さんはねえ、いやでも、なんだろう、そのさ、もちろん現代の曲もいいけど、こうフォーク村とかで昔の曲と触れ合って、うん、昔の曲もいいなって思うもんね。そうだね、うん、なんか最近すごく思うよね。多いもんね、昔の曲を歌わせてもらうことがね、うんうん、ね、やっぱノーミュージックノーアーリンということで、生活には、はい、欠かせない二大要素ですよ。はい、アーリンと音楽はこの世界を救います。そうです、高木さんにとって大事な二つだもんね、はい、アーリンと音楽があれば生きていけるって言ってたもんね。そうだよ、明日も頑張ろう。よし、ももクロクラブではメンバーを募集しています。メンバーになりたいというあなた、私たちへの質問、悩みの相談、こんなことしてくれというお願い、どんなことでも構いません。メールで番組に参加してください。番組でメールを紹介した方には、私たちが手書きで番号や名前を書いたメンバーズライセンスをプレゼントします。住所と本名を忘れずに書いてください。メールのアドレスはももクロアットマークオールナイトニッポンドットコム、全部小文字で MOMOCLO アットマークオールナイトニッポンドットコム。それじゃあ来週もこの時間に、ラジオも全力ももクロクラブでね。バイバーイ。すごく伝わったと思います、はい、よかったです。人はね、悲しみが多いほど人には優しくできるんですよ、はい、そうですね、はい、お蕎麦も悲しみの分だけうどんに優しくできたと思いますよ。思います、はい、これからも仲良くやってってほしいです、はい、さあ続いては高木さんお願いします。はい、高木さんに曲を選んでほしい場面はこれ。まあまあ付き合いのあるスタッフに高城と呼ばれ続けた時。さあ、はい、高木さんはこんな時何の曲を聴きたいですか。はい、そんな時私だったらこの曲を聴きたい。とんがりキッズさんで B ダッシュ。
高木よくあるんですよ。ありますね。ね、高城さんとか高城さんとか、うん、まあでもほらそれはさ結構その初めてのスタッフさんとか結構マイクの時とかね、うん、あ多いよね。そうだね、そうだね。あの桃田さんってマイクこう渡してって最後高城さんって、あ高木だけどとか思いながら受け取りますけど、あの否定もしないね最近ねしない。でもねそんな時、うん、そうなっちゃうかもねみたいな。そうそうそう、ミーダッシュ、そこのフレーズがなんかさ、うん、名前の呼び間違いが続く時にすごいかかってたらいいなって感じだな。元気出るね。そう、まあいっかってなるかもしれない。海で息できるかもっつってんだよ。あそうだ、海息できるかも。ありえないことを言ってるのよこの曲は、うんうん、さ高城さんとかもさ絶対高木じゃん。どうさ解明しようが高木じゃん。まあどう考えても高木は高木だもんな、うん、高木に変わりないけど、うん、まあ人によってはそういうさ高城さんとか高城さんとか呼び名があるからさ。でも私の周りで高木ってレニちゃんしかいないのね、うん、だからもう高い城で高木って呼ぶのがさもう慣れてるからさ、うん、あれなんだ。突然ですが番組のスタートはこれ、ももクロインサイドダイアリー。この番組を聞いてくれている会員の皆さんに限定で、うん、メンバーに起きた内緒の出来事をこっそり教えちゃいます。では早速今週はこれです。あのね、なにどうしたの。本当に最近あった出来事なんだけど、うん、昨日ね、うん、楽屋にカレーライスの差し入れがあったの。 あったね、美味しかったね。そうそう、でもね本番前はちょっと時間なくて食べれなかったから、うん、本番終わったら食べようと思ってお家に持って帰ったの。あーちゃんもそうしたよ、ね、お家に持って帰るまでもすっごくお腹が空いて早くあげたいなと思ってたんだけどね、うんうん、いざお家に帰って、うん、カレーライス開けたら、うん、ライスしか入ってなかったの。わざわざだって楽屋に一つ一つ袋に分けて私の席のところに置いてあったから私は、あ、入れてくれたんだと思ってそれを持って帰ったんだよ、うん、したら米しか入ってなくて蓋のところにお米って。高木さん、どんない？ショックー。ロッテ週末ヒロインタイム。ももいろクローバー Z。ももクロクラブ。全国ネット。ももいろクローバー Z。ももクロクラブ。ももクロクラブにようこそ。で、感情の入れ方がさ、ね、変わるよね。うんうん。あとやっぱり朝とかもさ電車の中とかでこれ聞くとテンション上がるとかいろいろあるもんね、うん、曲でもね。あるある。さあそれでは。はい、早速佐々木さんからお願いしてもいいですか。私からね、はい。はい。佐々木さんに音楽を選んでほしい場面はこれ。うどんを頼んだのに、なんか知らないけど、お蕎麦が一本だけ混じっていたとき。そんなことある？いや、そんなことあるんだよ。でもたまにあるよね。ないよ。え、あるよね。ないよ。あのさ、定食屋さんとか行くとさ、うん、たまに一本ってことはないけどさ、うん、何本か混じってることない？え、わかんない。あの、頼んだものと違うのが来ちゃうときってあるじゃん。それはそれもあんまりない。なんかほら和風ソースで頼んだのにデミグラスソースでハンバーグ出てきちゃったとかさ、うんうんうん、そういうのはあるけどなんか混じってたことはないな。マジか。あるの高木さん。ある。何回かあるよ。じゃあそんな時もし高木さんにもそんなことがあった時に、うん、私だったらこの曲を聴きたい。火炎隊で送る言葉。はい、というわけで火炎隊の送る言葉を聞いていただきました。はい、そうですね、やっぱうどんとお蕎麦といえば、うん、ちょっと私の中で武田鉄矢さんのイメージがあって、はい、うんうん、まあ、CM とかねやってらっしゃったりするので、うんうん、なんかそれで悲しいことがあっても大丈夫だよというつながってるんだ。はい、武田鉄矢さん開演隊って、はい、でまあこんなねそんなえなんでっていうやりきれない気持ちもこの送る言葉でね、うん、吹っ飛ばせていただけたらいいなと思いました、はい、いかがでしょうか。はい、すごくあのうどんの中にお蕎麦がたった一人混じってしまったお蕎麦の切ない気持ち、はい、私たち今会えるアイドル週末ヒロインももいろクローバーぜー。それでは今夜のメンバーの全力自己紹介。あーちゃん、はーい、
それでは一緒にお願いします。はい。よん、せーの。普段のお手入れ、キュ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 。アーリーのほっぺは、プニプニ。プニプニ。ピチピチでしょ、ピチピチ。ありがとうございます。ちょっぴりセクシーおちゃめなももクロナイドルアーリンこと佐々木彩香です。よろしくお願いします。イェイ。お願いします。はい。テンション上げて、皆さん一緒にやってください。デミューイン体操第1位、いくぞ！右手を上げて、左右に振って、今日も愉快に行っちゃうよ。いつものんびり、あなたの後ろに、一家に一台、そんな私は、はい、ももクロの感電症状、高木れにです。21歳の毎日ヒロインです。ちなみに、ここはドームじゃありません。あーちゃん。え？ドームじゃないよ。ドームと同じ声の大きさだった。普通のお部屋。行くぜ国立と同じ声のボリュームだったかな、違います、またやっちまったかなという最年少最年長デコボココンビでちょっと圧のある放送をしていきたいと思いますが、今回もこの番組のために用意された秘密の館からお届けしていくんですが、今回はいつもとはちょっと内容を変更して、普段メールを紹介しているメインラウンジからお送りしていきます、うん、お届けするのはこちら、こんな時聞きたいソングスペシャル。普段の生活の中で遭遇する様々な場面で、もし映画やドラマのように音楽を流すとしたらどんな曲がいい？という問いかけに、私たちが実際に選曲してみようっていう企画でございます。ほうほう、ありがちだよね。でもね、すごい、だって曲によってさ全然だけど、やっぱ珍しいの、高井翔と高木って。そうなの？珍しいんだ。やっぱり高木だと高い木とか、そうだね、やっぱそっちが多いんだ。まあ、だね、高木ブーさんもそうだもんね。あ、そっか。じゃあやっぱ高城さんとかの方が多いんだ、あれだと。まあ、そんな時もありますわな。まあね、うん。じゃあもし皆さんも名前呼び間違えられたら、ぜひビーダリケッツさんのビーダッシュ聞いていただきましょう。はい、それではこんな時聞きたいソングスペシャル、この後もまだまだ続きます。日本放送をキーステーションに全国ネット、ももいろクローバー Z、 ももクロクラブ、ももいろクローバー Z、 ももクロクラブ。今日のこの番組はこの二人でお届けしていきます。ももクロで一番可愛いあーちゃんです。世界で一番可愛いれにちゃんです。さて、今回はこんなスペシャル企画を楽しんでもらってます。題して、こんな時聞きたいソングスペシャル。普段の生活の中で遭遇する様々な場面で、もし映画やドラマのように音楽を流すとしたらどんな曲がいい？という問いかけに、私たちが実際に選曲してみようという企画です。うん、なるほど。はい、次は高木さんからお願いしますね。お、はい。高木さんに音楽を選んでほしい場面はこれ。全く思い当たることのない謎の筋肉痛に襲われた時。なるほど。なるほど。こんな時。そんな時。どうしたらいいですか？大丈夫です。じゃあこの曲を聴いてください。はい。そんな時、私だったらこの曲を聴きたい。ダカッポさんで、野に咲く花のように。